マリー・フリーデリケ・シャルロッテ・ォン・ビュルテンベルクは、ドイツ・ビュルテンベルク王国の王族。ビュルテンベルク王・ビルヘルム一世と、その二番目の妻で、ロシア皇帝・パーベル一世の娘であるエカテリーナ・パブロブナの間の第一子、長女。ビュルテンベルク王女、結婚により、ナイペルク伯爵夫人の称号を有した。1840年3月19日に、シュトゥットガルトにおいて、 ビュルテンベルク王国のシュタンデスヘルカモンの一つ、ナイペルク伯爵家の家長アルフレート・フォンナイペルクと結婚した。アルフレートは父アダムが最初の妻との間に儲けた長男であった。夫は最初の妻ヨゼフィーナと死別しており、この結婚は再婚であった。伯爵夫妻の間には子供がなく、ナイペルク家の家督は夫の弟エルヴィンが相続した。ありがとうございます。